文化交流の一環として、アメリカ軍人に習字を教える自衛官書者とは、文字を書き取ること。学校教育における教科や単元の故障としても用いられる。書者の内容は、主に毛筆と毛筆から構成される。学校教育においては、文字を正しく整えて書くことが目的であり、毛筆は、毛筆による諸者の能力の基礎を養うよう指導し、毛筆は、 毛筆との関連を図りながら、特に取り上げて指導する、要配慮することとされている。引用は学習指導要領より、学校教育において、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程などで、国語の言語事項として行われる。人間の言語文化は主に言葉と文字によって形成されているが、文字がなければ、新しい言葉を作る造語能力もなく、 特に東洋の漢字文化においては、言葉が漢字と密接に関係していることから、義務教育である小中学校では、国語の言語事項に位置づけられている。戦後、修身教育と同様、柔道、剣道、華道など、道のつくものは、国粹主義の象徴であると排除され、皇室の習字のみが認められていたが、1951年に、 地方からの強い要望から、毛筆の習字も国語の一部として学習指導要領に盛り込まれた。1971年に書者は小学校での必修科目となった。書者を習字ということがあるが、これは終戦直後までは習字が正式な呼び方の時期であったことの名残であり、正確な呼び方ではない。なお、高等学校や中等教育学校の後期課程では、 書者ではなく芸術家に設けられている科目、書道に対応する形になっている。書者が文字の教育であるのに対し、書道は芸術教育であり、両者は目的が全く異なる。そのため一部には両者の関連性の欠如が問題として指摘されている。最近では生涯学習としての書道が脚光を浴びていることもあり、 諸者の生涯学習としての捉え方も注目されている。ありがとうございます。